一つの金型内で先端加工、絞り加工のさまざまな工程を行っています。内径精度がプラスマイナス100分の3ミリのケース部品を加工する金型です。各円筒部の同軸度についても高精度が求められる部品です。各工程を断面イメージで紹介していきましょう。板材料を分断しないまま金型内に送り、さまざまな形のピアス加工を行っています。ピアス加工により絞り加工の準備が整った後、一絞り加工となります。再絞り加工を行い、最終形状に近づけていきます。リストライク成形はしごき加工により品質を安定させる工程です。天井ピアスは下から上に打ち抜く工法を利用しています。バキュームホースで天井ピアスのスクラップ処理をしています。サイドトリムはカムを利用して水平にカットする特殊な加工法です。多工程金型は高度な技術や経験を必要とし、金型調整は分割した金型のように簡単ではありません。